はい、皆さんどうもこんにちは。ゆとりのアラサーこと KZY です。今日はですね、ベトナムのゴキブリ事情、 G 事情ってどんな感じなのっていうのをね、雑談したいと思います。で、ゴキブリの話、ちょっと飯食ってる中で、まあ、この話するのはどうかなって思うんですけど、ご想像の通り、やっぱ東南アジアって、めっちゃいるんですよ、ゴキブリ。体感で言うと日本の3倍ぐらい多分遭遇率は高いです。例えば引っ越しするとするじゃないですか。で、引っ越した部屋の最初の晩とかに、まず絶対ゴキブリいるんですよ。カサカサカサ。で、まあ、そいつ倒すじゃないですか。倒したら、まあ、次の日とか普通に出てくるんですよね。なんで、マジで遭遇率は高いです。かつ、大きさもやっぱり熱帯地域なんで、めっちゃでかいんですよね、ゴキブリ。で、もうガチでもう僕のスマホぐらいでかいですからね。ほんまに。沖縄のゴキブリみたいな感じですね。大きさ的で言うと。あとは、倒す術はないのかっていうと、ブラックキャップってわかりますかね？こう部屋の隅とかに置いて、それをゴキブリが食べたら、その食べたゴキブリが巣に持ち帰って、そのゴキブリが出した糞をまた食べて、なんか巣が全滅するみたいな。そのブラックキャップを置けば、ゴキブリ倒せるんですね。で、ゴキブリを出なくすることはできるんですけど、ただ、置いた次の日、マジでやばいっすよ。ほんまにゴキブリの死体だらけになるんでね、次の日朝起きたら。だから、起きたくないんですよね。もちろん出なくなるのはわかるけど、僕、一回ブラックキャップ置いて、次の日、だったらもう、5、6匹ぐらい部屋で死んでて、もうマジで、もう、ってなったんで、ほんまに、気をつけてください。僕は、今置いてなくて、でも普通にまあ、出たらゴキブリスプレー売ってるんで、僕が使ってるのはこいつですね。このジャンボベイプっていうスプレーなんですけど、これめっちゃ強くて、フマキラーさんがしてるスプレーなんですけど、こいつマジ強いっすね。ゴキブリ以外のどんな虫でもこいつかけたら大体やっつけれます。こいつをね、使えば無敵なんで、はい。あとベトナムってゴキブリ以外にもやっぱハエとか出やすいんですよね。ハエとかネズミとか。さすがに部屋の中ではネズミは出ないんですけど、ハエは結構出ます。窓閉めててもね。まあそれもね、今のスプレー使ったら大体倒せるんで。まあこれは万能ですね。あ、そう。ゴキブリついでにちょっとネズミの話もしたいんですけど、ベトナムのダナンってネズミめっちゃ多いんですよ。普通に夜とか、ちょっと道端みたいなネズミ走ってるとか普通にあって、で、道路でも結構ネズミ引かれて死んでたりするんですよね。ネズミはめっちゃ多いです。まあネズミはね、病気持ってる可能性あるんで、もう僕はもうなるべくネズミがいたらもう離れます。あとはね、まあ基本部屋で出ることはないんでね、まあそんな心配する必要ないと思います。あと、もう一つ、話したいんですけど、ベトナム人の人から見てゴキブリどうなんかっていう話をちょっとしたいです。で、これ僕ベトナム住み始めて結構驚いたことなんですけど、男も女の子も基本ゴキブリ怖がらないですよね。ほんまに日本人でいうまあコオロギみたいな、もうああゴキブリおるわと思ったらもう靴とか出してパーンって叩いて倒すんですよね。みんなもうなんならもう普通に素手でゴキブリ掴んだりするんですよね。めちゃめちゃたくましいんですよ、ほんまに虫に対しては。で、結構ネズミはめっちゃ怖いってなる子は結構いるんですけど、ゴキブリに対してはマジでみんな強いです。日本人やったらそもそもゴキブリをそんな見ないんで、見たら結構びっくりするじゃないですか。でもベトナム人の方ってやっぱもう慣れてらっしゃるんで、ほんまにゴキブリの扱いはめちゃめちゃうまいと思います。なんなら僕より強いしっていう、まあ、僕スプレーなかったらね結構二の足踏んじゃうタイプなんですけど、僕のその女の子の友達とかはもう普通にもうゴキブリ普通に机の上とかで歩いてたらもうパッ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 ってもうほんまに倒すんで、だからそこはね結構僕カルチャーショックというか、もう結構びっくりした点になります。はい、じゃあね、今日の動画ね面白いなとかためになったなと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。はい、します。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。 Have a nice day, guys.